おはよう、姉ちゃん。あ、ごめん。いきなり気がついちゃって。へえ、今日も晴れてていい天気だよ。え？外に出たい。ダメ。僕が許せない。だって、外に出たら姉ちゃん逃げるんでしょう。逃げないって。でも、ダメ。外には、いっぱいいっぱい人があるからね。そしたら、姉ちゃんの視界に、僕以外の人の声が聞こえちゃうじゃない。僕以外の人の空気を吸うじゃない。そんな、許せない。あれ、まだ持ってたんだ。そんなの。全部勝負を持ってたんだけど。へえ、隠し乗ってたんだ。ねえ、姉ちゃん。なんで他の人と繋がっていたの？しかも、僕に隠し事なんて。姉ちゃん、ひどいな。でも、もう二度と外に出ることはないから。必要ないよね。僕が勝負しといてあげる。ねえ、貸してよ。はあ、僕以外の人と繋がっていたら、姉ちゃんが汚れちゃうよ。え？汚れた姉ちゃんなんて、僕も見たくない。でも、僕嫌がることなんて、しないよね。ふぅ、だから、お願い。こんなにお願いしてるのに、どうして話してくれないの？もしかして、僕のこと、嫌い？そんなはずがないよね。僕が、こんなに姉ちゃんのことが好きなんだよ。姉ちゃんだけいれば、何もいらない。なのに、姉ちゃんは、同じ気持ちじゃないんだ。そうか、やっぱり、その携帯がいけないんだ。すぐに勝負にしなくちゃね。だから、貸して。ね、貸してよ！強くして、ごめんね。最初から素直に渡してくれば、僕だって、乱暴なんかしないよ。本当に、姉ちゃんのこと、大切にしたいんだ。だけど、お姉ちゃんってば、すぐに他の人と話そうとするのでしょう。僕の気を聞きたいんだもん。わかるけど。もう、そんなことしなくていいから。僕のすべては、姉ちゃんのものなんだから。だから、姉ちゃんも、僕のものになってよ。ねえ、これから、僕のものに。ああ、うるさいな！今の、熱い先輩だったね。先輩と、話していたの？僕が学校に行ってる間も、ずっと誰かと繋がっていったの？ねえ、僕に全部話してよ。ねえ、聞かせて。僕がいなかった間姉ちゃんのこと、嫌だ。
話したくない。そう。それなら、いや。後で、ビデオを見るから。なのって、決まってるじゃん。この部屋につけているカメラの映像だよ。父さんだけじゃ、頼らないからさ。へえ、そんなに驚くことでもないでしょ。夜中には、ペットの様子を見るのに、カメラをつけるだけいるくらいだよ。大事な家族を、守るために。それくらい、当然だよ。あ、そうだ。姉ちゃんのクラスメイトから、扱ってきたんだけど、あ、これこれ。なんか、休んでいる間のノートだって、どうする？いる？もう学校に行かないから、いらないよね。っていうか、父さんたちもフォローうまいよね。姉ちゃんが重い病気で休んでいるとか連絡してみたいでさ。面白そうだから僕も残ってあげたよ。病状とか聞かれたら歩くもこんなでとか。あの心配そうな顔、面白かったなぁ。って、姉ちゃん聞いてる？まあいいや。とりあえず、気がってくれよ。そしたら、今日も遊ぼうね。今日、何をしようかなぁ。ゲーム？それとも、もっと楽しいことにしようか。今日も、明日も、明後日も、一年後も、五年後も、十年後も、ずっと、ずっと、ずっと！一緒だよ。